はいどうも小魚です。今回の動画はジャンプ地ということで、今動画を撮ってる時はサイレンの大特集祭っていうのが行われているんですけど、まあ、もしかしたらねこの動画がこうアップロードされる時にはサイレンの大特集祭終わってるかもしれないんですけど、まあ、それでその報酬とかでサイレンのチケットガチャっていうのを手に入れることができるんですね。で動画外でそのサイレンのチケットガチャを引いてたらこんな感じで朝賀と望月かなを一気にゲットするっていう神引きをしまして、で今回はねこの朝賀使ってちょっと遊んでいこうかなと思います。望月の方はねちょっと使わないんですけど、でこの朝賀に関しては裂傷ダメージ、相手が裂傷ダメージだとさらに追加ダメージっていうのがあるんで、ちょっとね裂傷の筋肉マンと一緒に使って遊んでいこうと思います。ということで早速いきましょう。いやチケットガチャであんな神引きしたの久しぶりですけど、めちゃくちゃ神引きしたんですよ。さあここはこんな感じでいきましょう。この1枠目2枠目ダブルタップの相手の立ち回りとかがねちょっとまだよく分かってないっていう部分がちょっとあるんですよね。個人的にどうすればいいのかなっていうふうには思ってるんですけど、やっぱり必殺をぶっ破するっていうのを考えたんですけどね、なんかそれだとあれかなと思ってちょっとできてないっていうのがありますね。さあさあいい感じにダメージが与えて朝がと、さあこの状態でどれだけダメージが出るのか、まあ相手ちょっと苦手属性ですけど、これはボルトとかぶっちゃうんでもう先に割っちゃいましょうか。さあこれでいきましょう。ああでもまあどうなんでしょうね、強いとは思うんですけどねこの朝が。あれなんですかね、なんかサイレンの記念キャラである、まあ、主人公のね吉野アゲハといい感じなんですかね。さあこれでいきましょう。まあこのサラダも強いですよね。さあ2戦目、いい感じに勝てたら最高ですけどね。これはまあこうでいきましょうか。どんどんいきましょう。これでいきましょう。おー結構持ってかれたな。さあこれでシャッキヤコを打って
いきましょう。いや、やっぱナルトとボルト使って28万回復すんな、頭おかしいですよね。あ、でも結構いい感じのダメージ出しますね。さあ、これで百鬼箱を打てなかったですけど、まあまあまあ、危ない。さあ3戦目いきましょうか。さあ3戦目、割ってくる相手多いですね。まあこれ、これはこうでいきましょうか。皆さんって1役目から必殺割る派、割らない派、どっちなんですかね。なんか割らない人の方が多そうですけどね。さあこれでいきましょう。いや、百鬼箱を残しておいてよかったな。弱体化打ってきましたよね、多分。さあさあさあ、これでいきましょう。攻撃力下げられてるからかな、つまりちょっと厳しいですね、攻撃力下げられると。さあこれで、これはさすがに勝ったでしょう。いや、サラダ強いね。さあ今回はここまでですね。はい、ということで今回朝が使ってみたんですけど、まあ列車とね相性がいいっていうか、列車相手が列車であれば、まあ、ダメージ追加で出るっていう、まあ、必殺効果ですけど、まあ、さらに言うと、まあ、バフもねちょっとできるんで、必殺効果で結構朝が優秀じゃないですかね。でね、個人的に列車も好きなんで、まあこれで朝がちょっとね使っていきたいなというふうに思いましたね。列車結構好きなこう状態以上でもあるんで、それとね組み合わせながら使えるっていうのは個人的には結構嬉しい性能してるんで、でバフもかけられてっていうところでいい感じのキャラだなっていうふうに思うんで、これからも少しずつね使っていきたいなっていうふうに思いますね。ということで、まあ、今回朝が使ってみたんですけど、まあ、良かったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひ、ね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。